朝日、そういえばここは何のお店っち？あ、ここは里吹屋だよ。フィギュアとかグッズとか売ってる店だ。フィギュアにグッズっち？なんだ、欲しいのか？おいら、いいこと思いついたっち。それじゃあ行くか。まあ、待てっち、おいらの話を最後まで聞けっち。はいはい、で、何を思いついたんだ？オイラのマスコットを作るっち。よし、それじゃあ行くか。だから最後まで聞けっち。わかった、聞いてやるって。で、リン君のマスコットってなんだ？まず、オイラは可愛いっち。こんなに可愛いオイラのマスコットを作れば大儲け間違いなしっち。ピンクメイド喫茶の開店資金もあっという間に貯まるはずっち。目的はそれかよ。絶対にうまくいくっち。マスコットか。小さいぬいぐるみみたいな感じかな。そうっち、それっち。一体ぐらいなら作ってあげてもいいわよ。ほんの息抜きね。二人ともどうしたんだ？だってマスコットがあったら殴りたい放題じゃない。もう琴美ちゃん、だけどその気持ちわからなくもないわ。さっきまでっち。冗談よ、ピン君。確かにピン君は黙ってたら可愛いわ。だからマスコットならちょうどいいんじゃないかしら。傷ついたっち。なあ、さっき琴美、それじゃあ本気でマスコットを作るのか？そうね、久しぶりに型紙を起こそうかしら。せっかくだし可愛く作らないと。布と綿なら余っているわ。朝日、あんたは目に使うビーズを買ってきなさい。あ、そうだ。だったらぶら下げる用のチェーンも調達を頼めるかな。え、俺が集めんの？何か文句でもあるのかしら？ないっち。お前が言うな。それじゃ、私たちはスミレのエデンで作業してるわね。全部集まったら届けに来てくれるかな？任せとけっち。とりあえず電気街口のレディオ会館でも行くか。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。妄想球っち。はあ、着いたけど、なんで俺がこんなことを。朝日、急げっち。時は金なりっち。これも大儲けのためっち。大儲けしたら30円あげるっち。なあピン君、目に使うビーズ買うんだっけ？そうっち。ってことは、どうしたっち。ピン君、目のサイズを測らせろ。何をするっち。うりゃ、このへへ、日頃の恨み。耳を引っ張るなっち。ふう、これで大丈夫だろう。ピン君、おかげで助かったよ。さ、殺意を感じたっち。それじゃ、さっさと買いに行こうぜ。待てっち。はあ、いいのが買えたな。オイラの犠牲と引き換えっち。ピン君の犠牲、無駄にはしない。もういいっち、さっさとスミレのエデンに向かうっち。セーブポイントっち、忘れずにしとけっち。買ってきたぞ。あら、ずいぶん遅かったじゃない。まさか遊んでたんじゃないでしょうね。おいら遊ばれたっち。まあいいわ、
さっさと材料を渡しなさい。はい、これ。それでそっちはどうなんだ？型紙おこしは終わったわ。今最後の仕上げをしているところなの。だからちょっとだけ待ってなさい。楽しみっち。これでどうかしら？うん、デザイン通りね。おお、完成したのか？はい、これすごいっち。おいらがいるっち。おお、頑張って材料を調達した甲斐があるな。当たり前じゃない。だって私がデザインを起こしたんだから。そして私が作ったのよ。おいらが可愛いおかげっち。黙ってたらな。さき、ことみ、ありがとっち。この調子でよろしく頼むっち。はあ、何の話よ。大量生産に決まってるっち。ピンクメイド喫茶まであと一歩っち。バカじゃないの？け？だから最初に言ったじゃない、息抜きに一体だけ作るって。なぜっち、こんなに可愛いのにっち。出来がいいからって売れるわけないじゃない。だって見た目が変態ピンクなのよ。ひどいっち。大丈夫、ピンクは可愛いよ。黙ってたらだけど。二人ともひどいっち。オイラのマスコット絶対に売れるっち。自分の可愛さには自信あるっち。そこまで自信があるならとりあえずオークションにでも出してみるか。落札者ゼロだったりしてな。絶対に売れるっち。土地が買えるくらいの大金つかむっち。その必要はないわ。このマスコットあんたが持ってなさい。え、私がもらっていいの？この変態ピンクの保護者はあんたでしょ。だからその権利があるわ。うん、ありがとう。この子のこと大切にするね。よかったね、ピンク。オイラ2号っち。お兄ちゃんとして大切に可愛がるっち。お前、さっきまで弟を売りに出そうとしてたんだぞ。何を見てるんだ？あ、朝日さん、それは…もう…秋葉原萌えプリンセスコンテスト？はい、そうです。毎年この時期に開催されているんです。ああ、それなら知ってる。なんだ、出場するのか？え？カナダならいい結果残せると思うぞ。うん、俺が保証する。リユも保証します。カナダさん、スタイルもバッチリですし。そうだ、せっかく出場するならやっぱり衣装を用意しないとですね。え、衣装？リピョン、作ってくれるのか？はい、もちろんです。カナタさん、どんな衣装がいいですか？それはお悩みでしたらお洋服を一緒に見に行きましょう。だったらソルジャーズゾーンでも行くか。カナタ、行くぞ。待ってください。で、行っちゃったわよ。どうするの？あけみさん、このチラシ配るために見てたんです。いい機会じゃない。ほら、自信をつけるチャンスかもしれないわ。だから行ってらっしゃい。よし、着いた。じゃ、早速カナタの衣装を見に行こう。ストップです、朝日さん。え？衣装は私たちで見に行くわ。こういうのはね、男がいない方がいいの。ふん、まあいいけど。それじゃ、行ってらっしゃい。朝日、拗ねるなっち。オイラたちに任せとけっち。
フィン君も留守番よ。ちぃ、じゃあ俺たちはカメラを調達してくるよ。やっぱり綺麗に撮らなきゃな。わかった、終わったら連絡する。それじゃ行ってくるわね。オイラも行くっち。ピン君、お前は俺と一緒だ。いやだっち、オイラもカナタのお着替え見たいっち。はいはい、それじゃ中央通りのホスマップに行くぞ。アパレルショップっち、オイラ用も売ってるっち。休憩ポイントっち、オイラは疲れたっち。着いたのはいいけど、俺カメラ詳しくないしな。だったら俺が選んでやるよ。なんだ、詳しいのか。ありがとう、よろしく頼むよ。これでいいだろう。レイジ助かったよ。お、リッピョンからだ。あ、朝日さん、リュウたちの方は終わりましたよ。お洋服もちょうどいい感じのがあったので、それを買ってリメイクすることにしました。あ、よかったな。それじゃあスミレのエデンでお茶を。それじゃさっさと戻るか。妄想キュッチ一丁入っとくっち。休憩ポイントっち、オイラは疲れたっち。よかったな、ちょうどいいのが見つかったみたいで。これなら絶対に似合うはずです。そんな。その衣装見たいっち、生着替えっち。え、生着替え。それもそうね、ちょっと一回着替えてみてくれる。あ、もちろん向こうの部屋で。当然ピン君は立ち入り禁止よ。もしいらねっち。それじゃ行きましょう。はい。ちっちっち。ピン君、覗き穴とかないからな。ち。わあ、足とっても綺麗ね。ち。なんだよ、丸着こえじゃん。まあ、そんな隠さなくていいんですよ。でも、ウエストも細いわね。これなら入賞間違いなしね。だけど、カナタさん？どうしたんだ？アサヒ、これを見てみろ。書きかけの応募書類だ。え？あれ？これ間違いじゃないのか？性別欄のことか？うん。だってこれ。嘘でしょ？嘘だろ。そういうことなら仕方ないにゃ。こっちこそ勘違いしてごめんにゃ。いえ、勘違いさせちゃったのは僕の方ですから。大丈夫っすよ、そのくらい気合でなんとかなるっす。え、さすがにそれは。それじゃあ、カナタが断りたかった本当の理由って。ですが、病気も怪我も綺麗に治るし、見た目を別人に変えることもできるそうです。だけど、治せないものもあるんです。カナタが治したかったことって。まあ、面白かったよ。でも知らない方がいいこともあったけど。やっぱり知らない方が幸せなこともあるんですよね。知らなかった。あの、皆さんにはまだ内緒にしておいてもらえませんか？はい、もちろんです。もう知っちゃったよ。レイジは知ってたのか？当たり前だろ。
だって。ここはスミレのエデン。カマバーラ、こんなに可愛い子が。女の子のはずがなかった。休憩ポイントっち。おいらは疲れたっち。